ちゃん気にしないから。大丈夫大丈夫、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。エルオブフランソワーズです。寂しい拍手ありがとうございます。見えるよ、いっぱい人いるじゃん。そうか、何が連絡友達でしょ。大丈夫か。この昼間が上がりすぎに、ね、はい、ゆるい感じでね、やりますので、まあ、聴ける方がいらっしゃいましたら聴いていただければ。それでは、1曲目、島倉千代子さんで有名な愛の相談所の自由帰国やってると思いますので、ちょっとよろしくお願いします。ちょっと待って、気になるんですか。だってベロベロだよ。欲しいね。
いね。なんかこう、こんなに遊ぶこと思われなかったね。昨日も毎回ね、初めでニュースの方を飲んだと思うんですけど、私はいつもこういう感じでやってるんでね、ピークはこれ以上盛り上がらないっていうのだけは最近お話ししといてからね、やらせていただかないと、なんかやっぱり今からこう徐々に盛り上がっていくんだろうなっていう期待感はねありませんのでね、それだけは先にお話しさせていただいてね。で、歌っていいですよ。だんだん今ね、島倉千代子やってね、なんですかね、前泉洋やったんですけども、このぐらいだとね、大体の方がちょっと分かるかなと。今度はね、リンゴの木の下でっていう曲をやります。でも多分ね、メロディーは聞いたことあると思うんで。うるせえな。ピーポンピーポン。ベロベロね、伸びんのね。ベロベロ伸びんだもんね、ベロベロ。そんなこんなありましたので、じゃあ行きます。
ベロベロになってきたでしょ、アズが。ちょっと暑いな。失礼しました。行きまーす。1、2、ダッダッダッ。でもしね、あの中瀬公園でやりますのでね、ぜひそういうあのイベント、あれ見たいなと思う人はちょっとこう寄ってきていただければ、ね、まあイベントね、だんだん一緒の人少なくなってきましたからね、だからやっぱそういう意味ではこう何かあっと人も動くかなと思うんですけどね、その中でね、今度新しい名犬ロンド物語を知ってますよ、知らない、星がるこの街さまよいくればっていうね、モノクロもね、テレビドラマとかでさ、まあそういうとこでね、じゃあ最後の曲やりますからね、あの、あ、その通りはもうね、疲れたのでね、そろそろやらないと思いますからね、じゃあ自転車に乗ってっていう曲をやりたいと思います、ね、だってまだ1時半だよ、自転車の夕暮れの歌をどういう人ね、なんぼなんでね、自転車に乗ってっていう曲で今日は降りたいと思います、どうも、ほとりちゃんもありがとうございます、あ、ついたもんなってどこのお店の方ですか、あ、
隣は、いや、コスモユイの隣の方はスタッフで、あ、スタッフ、あ、こちらのスタッフ、あ、ピザ美味しいんだよね、終わったら食べるよ、スタッフ、あ、コスモユイさんのスタッフ、だって耳が聞こえなくなったんだよ、だんだん遠くなってきた、あの匂い感じなくなってきてさ、まあどうでもいいんだけど、終わる終わる、喋って終わる、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、スポーン、ニャ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